こう目を片方隠してみたり頭の部分を抜いてみたりして、まあ、なんか顔のパーツみたいなものをどれだけ排除した状態で人間っぽく見せるかっていうことについて結構考えていて、この隙間を空けることによって目を描かないけど描いてあるような空間を作るっていうことを今回チャレンジしてみたっていう感じですね。絵を描いていて見た人が考える余地みたいなのが欲しいなっていうのをずっと考えていて、そこから結構余白を生む作品を作るようになったんですけど、見た人が空いてる部分には何があるんだろうっていうのを勝手に補足してみたり考える余地みたいなのをどれだけ作れるかっていうのは常に意識しながら制作してます。